こんにちは、そしてこんばんは。今日は、北海道地方の特色についてお話をしたいと思います。北海道地方の地図。北海道。石狩平野、日本最北の稲作地帯。十勝平野、日本最大の畑作地帯。混戦大地、落農地帯。釧路港。 水揚げ高日本第2位。北海道地方の政令指定都市は、札幌市、北方領土、歯舞群島、四股半島、国後島、択捉島。北海道の先住民族、アイヌ。北海道開拓市。 本田兵明治時代になって日本政府は北海道を開拓北海道地方の自然と観光大雪山摩周湖釧路湿原知床半島流氷の漂流 富良野のラのベンダー畑、北海道の中心地札幌北海道日本ハムファイターズの本拠地札幌ドーム札幌雪まつり運河の町小樽函館の夜景標高3 3 3ルの 函館山からの夜景東京タワー長崎市の稲佐山と同じ高さ北海道地方の産業日本最北の稲作地帯石狩平野日本最大の畑作地帯十勝平野酪農地帯混泉台地 水揚げ高日本第2位の釧路港。苫小牧は製紙業が盛ん。室蘭は製鉄業が盛ん。北海道の政令指定都市。政令指定都市とは人口50万人以上で都道府県並みの権限を移譲された都市のこと。第4位札幌市。 人人。口約195万ごご視聴ありがとうございます。こうした教育活動を維持するためのチャンネル登録をいただけましたら幸いです。また皆様とお会いできることを楽しみにしています。